ゲルハルト・リンベルクはドイツの軍人で最終階級はドイツ連邦空軍中将である。1974年から1978年にかけて4代目の空軍総監として勤務した。リンベルクは第二次世界大戦中に第二戦闘航空団、リヒト・ホーフェンの第10戦闘爆撃飛行隊第10高速爆撃航空団、 また第4襲撃航空団に攻撃機パイロットとして所属。1944年3月20日にドイツ十字賞金賞を授与されている。1956年には再編成されたドイツ空軍の中佐となり、1963年から1968年にかけてはフーズムにて第41軽量爆撃航空団の代償を務めた。その後リンベルクは、 ロッキード F-104 スターファイターの操縦士の後継者育成やマルカの導入に携わり、1971年から1972年にかけてミュンスター氏の第三航空師団の司令官に就任。1972年、NATO 統合軍事機構においてハイデルベルクの第四連合戦術航空軍団の副司令官及び参謀長に着任した。 1973年から1974年のアイダ・リンベルク中将は副総監に就任し、1974年4月1日から1978年9月30日まで、ドイツ空軍総監である中将、ギュンター・ラルの後任として従事した。リンベルクはその先行から、戦後ドイツ連邦空軍より最初期に招集されたパイロットの一員であった。 パッチーウォールシェルツァー 2001P279 ありがとうございます。